はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル、ウダムの力続きやっていこう。捕らえられております。脱出しております。洞窟の出口を探せ。ウルーを間近で見た。サイラから黄色の歯を持ってこいと頼まれたらもう見事に捕まって。もう全然、今の防寒具じゃ、防寒が弱くて、外に出ていられない長いこと。あ、違う違う違う。だからといって、全身を燃やしたくはない。この人死んでる。どんどん下に行けばいいか。ダッシュダッシュダッシュ。人の声がする。いるね。硬いやつだ。やっぱりね、このダーに提供してもらったこの凶暴化爆弾は非常に役に立つ。おおおおお、ええー、あ、そっちにいたのか。あ、だけど見つかったのはこいつだけか。セーフ？なんか争ってるぞ。いけるね。おっと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 。こいつだけ？本当に？後ろに下がりましょう。あいつはテイクダウンしないとな。なんだ、ぬるっと動いたぞ。どうしよう。近づけるかな。待てよ、こうだな。ああ、ここ飛び越えないといけないのか。ふっ、バレた。テイクダウン、よし、これならいける。テイクダウンができない。テイクダウン、ナイフがミスった。テイクダウンでナイフ、シャドウテイクダウン。ここも制圧 OK で、まだ敵がいる。もういない、ここは。なんでこんなに、これマンモスの骨だよな。誰かの声がする。チェックポイント、森人殺せ。うん、待て待て、あれ殺されたら、え、いや、そうじゃない。そうじゃない。いや、待て、あれは。あれは、規制されるやつだ。あんなとこで何やってんだよ。これ見つかんない？テイクだ。こいつ、こいつちょっとこのまま、このまま、ちょっと待てよ、担いで。そうい、よし。なんて、もうスポット、ここ登って大丈夫かな。 あそこにもいるんだ。登って大丈夫かな。あー、ダメだ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 。どうしようかな下行ける？
おっと、どうしましょう。おお、近い。うわあ、セーフ。後ろまで来れたな。でもどうしよう、こっちまで来たはいいが、これしかないかな。あー、あっちにいるやつら石とか投げて反応しないかな。向こうに当たるものがないんだ。おお、シャーダー暴れてもらおう。ほい、バレそう、バレた。荒れてる荒れてる。待てよ、スティング爆弾だ。ほら、ヘッドショット、やり投げ、ダメなら撃つ。もう錯乱してる。ほれ、こいつテイクダウンできそう。テイクダウン、ほら、あー、コンボテイクダウン。こっちもコンボだ。ほら、痛い。こいつ強いぞ。ほら、ウル？ウルじゃないよな。ほらほら、あ、倒した。あ、燃えてる燃えてる。スキルゲット。出口近い。待って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 、まだいる。二人？二人だけか？あ、そこにもいる。どうしようかな。まっすぐ行かせるか。ここにいるやつちょっと倒すのはやめとこう。投げナイフ、テイクダウンと投げナイフのテイクダウンでいけるか。テイクダウンしてこうだ。よし、シャトーテイクダウン。あ、まだ来てる。あのとこにグラップルできるけど、グラップルなんてやったらバレちゃうよ。死体がバレる、死体がバレる前に、あー、どうしようかな。何？危ない、刺しとくか。で、奥にいるやつ撃てるかな、こっから。撃ってみよう。待てよ、こっち使えばいいか。警戒してる。うん、厳しかった。
登ってやり回収。おーい、ほら、あとはやつだけだな。グラップル、ほら、これ全員だね。出口だ、火つけて、こっちも腐敗炎だ。脱出、ウダムの土地へ。ウパーラシダーウバリアライワビ。シャルファダスピタサルワヤマチアオチャタ。ウタカルウリモアナウシシャウスヒナチャ。サイラは相変わらず耳フェチだな出た、ウダムの土地。ウルが支配するウダムの土地に入る。こっちじゃないんだ、こっちなんだ。なるほど。こっちのクエストも、あ、減ってる、減ってるというか今はこっちが優先されてるのか。なんだけど先にイジラの砦を制圧しておきたいな。というわけで、今回はもうちょっと、拠点の確保、やろう。あ、でもここベリーハードだ。ベリー派か。なんかすごい作りしてるもんな。ナダシッチ拠点、ここ制圧に行こう。ファストトラベル。ウーダンパストリア、ワイカパルシャイアイスチャンシャ。解毒剤レシピを食料メニューからクラフトできる。これだね。毒による全てのダメージと効果を取り除く。あ、食っちゃった。あ、で結構長時間効くんだ。 OK、 ちょっとアイテム整理しよう。アイテム整理 OK で、さあタイガーカモン、まずはね、ウダムの前に拠点の制圧だ。ビーリングガルン墓所、さあ見えてるぞ。ん、敵だ、食べろ。こいつも、こいつも食ってもらおう。ほら、食えない。ここイジラ拠点、もうちょっと近づいてみるか。ん？まだいた。食べろ。こいつはほっとこう。一回降りて、フクロウカモン。どんな感じだ？距離あるかな、距離あるな。反対側まで回ろう。さあ反対側まで近づいてみたが、ベリ派だから結構敵いるんだろうな。栄えてる村っぽい、ここにいてもらおう。いるね。たくさんいそう。4人。
あとはこれ笛だ。そこにもいる。二人。ここにもいる。そこにも。ここにも一人。苦労が遠すぎる。おお、たくさんいるな。オッケー、よし。なんか最近かませ犬要員になってるかもしんないけど、ヒグマニッチ暴れてもらおう。あーで、本人が見つかったらやばいから、この辺から弱めの敵をこれでヒグマに倒してもらおう。まずはこいつ。待てよ、こいつだな。行ってる行ってる。オッケー、こいつもやってろ。いや、こいつだな。拠点制圧シミュレーションゲーム。こいつ、こいつ、袋が遠すぎる。あー、ボコボコ、ボコボコだ。あー、ボコボコだ。ヒグマボコボコだ。やられちゃった。さあ、何人かは倒せたかな。ヒグマがやられちゃったけど、ナダシッチ拠点。みんなあっち行ってる。おーっと、おーっと、目がいいよ、偵察。どうしようかな。ちょっとね、ヒグマにもう一回暴れてもらおう。一回離れて、おっと、こんなに離れてんのに目利くか。ヒグマ復活で、フクロウ、このまんまじわじわやってもらおう。なんか騒いでるな。こっちにいるこいつをやってほしいな。いいよいいよ。あ、上登っちゃった。ならこいつだ。ナイス。で、硬いやつには勝ち目がないから、待て、後ろから追ってるぞ。こいつは倒せる。で、一回指示して離れてもらおう。うわあ、フクロウが遠すぎる。こいつだ。倒せそうだね。オッケー。こっち。うん、ちょっと遠すぎるね。下がってもらおう。そろそろ行くか、自分から。結構敵は減らせたんじゃないの ?5人。ただ、あの硬いやつはテイクダウンで倒さないといけなさそうだな。まだ敵いたりする？凶暴かナイフ効くのかな。
楽器弾いてる。この建物の窓があればいいんだけどな。そい、よし、トランス状態になれ。あ、この二人は怯える感じか。厄介だから倒しとこう。いいぞいいぞ、硬い者同士で戦ってる。あ、やつはもうあんな遠くまで逃げてる。こっちの様子このまま見てようかな。介入してこない？さあどっちが先に倒れる。うわ、まだ戦ってる。お、来るか。まだ戦ってる。外れたが、いい加減どっちか倒れてくんないかな。登れない。おお、見つかる見つかる。セーフ。片っぽ倒れた。何？見つかった。惜しい、呼ばれてた。いや、セーフか。セーフだ。ステルスクリアにはならないか。15分の10。ああ、リワードスタッシュ増加。さあ、ここゲット。ケブカサイがいるんだ。なんかごたごた起きてるぞ、向こうで。住民が169人。動物に襲われてる。獣撃退。待って待って、殺される殺される。あ、殺された。ダメだった。獣撃退って一瞬でやられちゃうんだよな。それじゃあ今回はここまでにしようかな。ここまでにして、今は解毒剤を作れたから。あれ、ウルキがまた生き返ってるぞ。ウルキがまた生き返ってて、ウダムの土地にも攻めることができるけど、先にこっちを陥落させることを目標として。そしてウルキがまた3度目の生を手に入れたようだから、ウルキに会いに行こう次回。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。